ランいって破れた。ラッシーにこかされた。めっちゃ痛い膝。手血まめできてるし。で、誰もいません。当たり前か。雨やっとやんだよ。よし。直火サイトで今日は入りたいと思います。でもなんかもう一つよくわからん。はい、完成。ほう、なかなか手もかかるな。ピンと張ろうと思えば、これで大体大きいよ。やっぱりでん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 。うえ。よし、これで大体完璧だと思う。さあ、内装していこう。
今日は全部ドッペルギャンガードッペルギャンガー、ドッペルギャンガー尽くし。大体完成。ワンズは車と直結させちゃった今日は。よいしょ、こんな感じでできております。もう向こう開けたらすぐ降りれるようにしときました。いやー、なかなか楽しいねこれ。こんなテント初めてや。 奥行きがある分すごく広く使えていいかな。よいしょ、もうテーブルも何にもなし。何にもいらん。よいしょ、煙突楽しみやな、薪ストーブ。よいしょ、こんな感じですわーい。はい、オッケー。はい、それでは内装です。よいしょ、はい、いいよね、突き抜けてるの最高。よいしょ、でとりあえず あそこからワンズが出たら困るので道塞ぎしておきました。はい、こんな感じです。よいしょ、これで OK だね。よいしょ、ほんな巻き割りからしていこう。
直火サイドですけど、今日はちょっと焼きたいものがあるので、グリルにしました。よし、ワンズはというと後ろにいます。でトレイ1丸丸、すげえな。それではいいおけびになったので行きたいと思います。ドーン逆かな、先こっちかな。よいしょ、この辺かな、先。よいしょ、あっち。うわ、すげえ、なんじゃこりゃ。うまめちゃめちゃうまいぞ、これ。ジューシーすぎる。めっちゃうまいぞ、これ。美味しそう。おー、うまそう。こんな分厚いベーコン、いや贅沢。よし、これでご飯食べれるよ、私は。さあ、お湯沸かそうか。熱いかな、まだ。はい、それでは蓋をオープン。ナッツ。よし、まあ安定のご飯だね。どう、綺麗、いけてるね。いただきます。うん、うまっ。あ、うまっ。うん、
多分これでいけるはず。目いっぱい開けた。いや楽しいな。これもちゃんと動くんやろうかな、この扇風機。これこれ、いや楽しみだ楽しみだ。放熱板があって、ちょっと説明しようか。こうあるしよ、ほらこれ放熱板なの、見えるのかな、逆光で見えへん。こう下から熱が上がってきて、ここが放熱板になってて、上昇気流やな、要するにここにあったかい空気が集まると扇風機が、あのこれ何もないのね、自動で回るようになってるの。素晴らしいね。うん、これでだからあったかい空気が前に出てくるっていう。すごいわ。楽しい。めちゃめちゃ楽しい。大丈夫なんかな、上なんかすごい心配になってきた。すんごい暑い、これすごいわ。もうこの中何度も半袖でええぐらいな感じ。暑い、顔が暑い、もうめっちゃすげえわこれ。いやそう、こんなにあったかいの、あったかいんじゃないな、もう暑いで、サウナみたいなんで。もう今ダウン脱いで、次フリース脱いで半袖になりそう。よかったね、あんたたちあったかくて。まあそこでゆっくりしとき。疲れたろ今日は。これ1本入れとけど一晩中持つのちゃう。よいしょ、うばめがし、よいしょ。暑い、半袖ありえへん、なんじゃこりゃ。ほい、自分で作った初く草、くくさ、ちょっと見えへんな、逆光でな。よくできてると思うよ。よし、さあ、初めてお茶でも、お茶飲もうかな。いただきまーす。あ、おいしい。最高やなこれ。最高やわ。あ、秋の匂いがする。あ、すごい。塩味せえへんかな。あ、ちょっとなんかしそう。いいわ、夜のお楽しみ。何にも見るもんも何にもないから、スプーンを作っていきたいと思います。いや今日だからケヤキ1本持ってきたのよ。いや2本持ってきて、これで夜の楽しみをしたいと思います。さあ削れるかな、うまいこと。ちょっと長めの、あの
スプーンを1本作りたかったのでやってみたいと思います。今日12月の26日ですぜ。石油ストーブの日じゃないな。8時47分、幕内 20.9 度。ああそりゃ暑いはずやわな。汗かいてきたもんだって。そこたまらんで、これダンパー全部閉めてんねんで。幕が小さすぎるんやろな多分。こんなちっちゃいストーブでこんなに出る。あそう、ちょ、呼気がなんかおかしくて、外気が測れないのよ。あ、21度になった。外気が測れないのよ。なんぼ通信してもなんか呼気が反応してくれないんだな。すげえな。ぬくぬくどこの騒ぎちゃうで。暑い。こんなキャンプ初めて。上目菓子1個入れただけや。ずーっと燃えてはるわ。さすが上目。素晴らしい。むちゃくちゃあったかいぞ。多分外1度とか2度じゃないの。予報ではそんなもんやったけど。